5月3日月曜日、せーの、オーハーイ、さあみんな、宇宙飛行士の野口さんが地球に帰ってきたぜ。野口さん、おかえり。どうですか、久々の地球は。はい、ということで、さあ今日はね、祝日スペシャルということで、2人のお肌またつながってます。おーはーい、祝日トークをしようと思いますね。何でしょう、よろしく、よろしく、はい、さあ今日のハストはこんな感じ。すごいよ、今日はね、調査隊でね、大輝くんの依頼でコウタが侍になっちゃいます。あと忍者らはモンハンコラボを大公開しちゃいます。もう盛りだくさんの内容なので最後までお楽しみに。お願いしますよ。さあではまずはお肌もの気になることを徹底調査しちゃうこのコーナーから、せーの、おはようございます。今日の情報はこれだ。武士の刀について調べてほしい。はい、大輝くん調査依頼をありがとう。ありがとう。はい、なんでこの調査依頼を送ってくれたのかな。鬼滅の刃。刀のことが知りたくなりました。わー、なるほどね。刀のさ、どんなとこが知りたい。作り方が知りたいです。あの、使い方も知りたいです。そういうことね、作り方と使い方お任せください。 OK、 じゃあ早速これを見てくれ。鬼滅の刃をきっかけに刀に興味を持ったお鳩もも多いはず。今日はそんな刀の世界を徹底調査しちゃうぞ。教えてくれるのは刀のプロフェッショナル、庄野さん。庄野さんは東京銀座で日本刀の専門店を開いている。店内には江戸時代や鎌倉時代の貴重な刀がずらり。例えば浩太が何気なく持たせてもらったこちら。え、これってちなみにいくらぐらいするんですか。2000万円。ひえ、2000万円。今2000万持ってます、僕。大丈夫か。やばいっすよ。やばいやばいやばい。これは鎌倉時代の有名な刀鍛冶、長光という人の作品なんだって。かっこいいね。かっこいいよ。では本格的に調査開始。これとか、あ、いいとこ の、 あのなんです、ね、これはね、これはですね、はい、なんかこれちょっと持ってみてください。何だと思いますか。重いんですか。重い。おお、すごい。これは、ね、石ですか。これは石で、鉄なんですね。金穴に入ってまして、これは刀の材料。これで刀なんです。そうです。玉鋼は砂鉄をもとに特殊な製法で作られるもので、世界で最も純粋な鋼の一つとも言われている。ではここで、そんな玉鋼からどうやって刀を作るのか、刀鍛冶の仕事ぶりを見てみよう。それはまるで炎との戦いとも言える。まずは1300度以上の炎で原料の玉鋼を熱する。次に叩いて打ち伸ばし、刀の形を作っていく。日本刀独特のさまざまな打ち伸ばし方を何度も繰り返し行うことで、不純物が取り除かれ、刀の強靭さが生まれる。最後は800度の炎で熱した後、頃合いを見計らって一気に冷やす。こうして一本の刀が出来上がるんだ。ではここで、友達に自慢したくなる刀の豆知識。実は刀にまつわることわざっていっぱいあって、普段何気なく使っているんだ。例えば、反りが合わない。あれ、刀がうまくしまいないぞ。なんで。それは刀と鞘の曲がり具合が合っていないからだよ。刀ごとに反りが違うんだから。
曲がり具合の違う刀と鞘がぴったり合わないように、気心が合わない人間関係のことを反りが合わないというようになったんだ。お次は切迫迫る、やっべえぞ、これから戦なのに刀が抜けない、なんで。ああそれは切羽が詰まっちゃってるんだね。さらに接する切羽というこの部分が詰まると刀が抜けなくなることから、窮地に追い込まれてどうにもできないことを切羽詰まるというようになったんだ。みんなわかったかな。それでは最後にかっこよくて正しい刀の使い方を教えてもらおう。師範を務めるのは庄野さんの息子さん、よろしくお願いします。息子かい。まず刀を刺すときは刃を上に向けて刺していただきます。で抜くときは濃い口を切るっていうんですけれども、親指で刃を少し押していただいて刀を少し出してから、おおかっこいい。そしてかっこよく一振り。しまうときは鞘の口の部分を手で持っていただいて、刀を手の上で滑らせてこのようにしてしまいます。おめちゃめちゃかっこいいです。ありがとうございます。では早速コウタも挑戦。いきます。続いて、おお長い、うまい。これこっち向けて振りかぶる。確かに危ない危ない、危ない、あああよくしてどうですか、ちょっとめちゃめちゃダサいっすよ。やばいな、難しい。もうちょっとしまうときにこう素早くしまえるといいんですけどね。わかりました、もっとキビキビ動けるんで。素早くといえば、まあ行け、行こうぜ。違う、なんで急に。誰もの持つ心の気が、その乱れを感じたとき、大発射調査隊一番効果は、世の中の限られた時間、尺を守るために戦う絶対締め切り現地ヒーロー、マイティーコーゼットに変身するのだ。行くぜ、マイティーコーゼット。マイティーコーゼット。どうだ、完璧です。やったぜ、みんなもぜひ刀抜いてみてくれよな。それじゃあ、いやすごいじゃん。いや作るところが見られたのもさすごいけど、マイティの刀さばき最後かっこいいじゃん。かっこいい。はい、はい、さあ大輝くん、俺の刀調査どうだったかな。どうだった。いや誰だ。めちゃくちゃすごい。後ろに誰かいたぞ。あの豆知識とかもよかったら学校でみんなに披露してみてね。さあ、はい、おはスタ調査隊ではみんなの気になる疑問を大募集中、うん、採用されたハトモにはこの調査隊ステッカーをプレゼントするよ。はい、はい、続いてはみー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 じゃろーみーじゃーしゅー。はい、なんとですね、忍者らとあの超人気ゲームのコラボが上手に焼けました。忍者ら大型コラボ始動。忍者らモンハンライズコラボ。大人気ゲームのモンスターハンターライズが忍者らに登場。コスチュームはもちろん、ガムーツセミにはオトモワイルたちも。モンスターハンターでおなじみのあの表現もあるぞ。コラボは5月27日まで。激アツの1ヶ月間を見逃すな。いやー、いいです。
はこんがり焼けました。さあ、忍者らのモンハンライズコラボは今月の27日までです。忍者ら好きもモンハン好きもみんな絶対チェックしてくれよな。さあ、続いては祝日スペシャル、ハートモン座談会をお送りします。おうち時間の過ごし方をみんなに聞いたぞ。Okay. さあ、ではまず大輝くん。大輝くんは今日のお休み何して過ごすのかな。久しぶりに、うん、パパが帰ってきたので、はい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 、レゴを使いです。おー、レゴ。そっか、久しぶりのパパだからいろいろやったりやりたいね。さあ、ちなみに今日パパもいるのかな。パパいる？どうどう？いるパパ。パパ。あ、来た。おはした。見て。すごい。大ヒカだ。それ何で作った？レゴで。レゴで作った。おはようございます。おはよう。そこレゴで。あ、作ってくれたんや。すごいね。さあ、大輝くんどう？今日レゴを一緒にして過ごすと思うんだけど、他になんかやりたいこととかある？パパと。あれあれ。どうかな。バスケ。バスケしたいか。まあいいじゃん。ね、パパと大輝くんだったらどっちのがバスケ上手？伝われいい届けちょっと電波悪くなっちゃったけど、でもいいね、2人とも超仲良しそうで、さあ、素敵な休日過ごしてください。お願いします。今度はココナちゃん。ココナちゃん久しぶり。久しぶり。ココナになったね、ココナちゃんね。お日さん綺麗になったな。ココナちゃん北海道にいるんでしょ。うんうん、はい。ねえ、北海道はどう？あったかい？まだ寒いです。そうだね、肩出してる場合じゃないよね。いいね、これはおしゃれ。これはおしゃれ。雪降ったりとかしてる？エアがあったかいんだ。はい、先週は雪降りました。そう、まだまだ寒いね。はい、じゃあどうよろしく。ココナちゃん、このお休みのお時間に、何かおすすめの過ごし方ある？急にお時間。はい。はいはい、ココナのおすすめはやっぱりこれです。何？何？だよ。え？チャオか。チャオ。はい。こんなチャオが出るのでみんなチェックしてね。ココナちゃん持ってるんだってさ。はい。そしてなんとチャオ6月号にはガルガクのフォトファンブックの写真も先行掲載されてるんだよ。はいはい。ガルガクの1年間の活動の集大成として6月29日に登場するファンブックの中身を一足早くチャオで特別公開しています。楽しみ。そしてチャオで連載していたガルガクの漫画がコミックスとなって6月30日に登場決定。そちらもお楽しみに。いやー、熱い。はい。チャオといえば去年ココナちゃんがグランプリを取ったチャオガールオーディションも、進行中なので、みんなおうち時間に呼んでみてください。よろしく。呼んでね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。あの人気ブランドとコラボ、ビッグトートバッグ、ミントとピンクの両面デザインで使い分け、スポーツグッズは肩掛けでたっぷり入っておしゃれに決まる、マイカナオ先生の日本立ても超6月号発売中。幼稚園6月号の付録はこんがらガチイグラの光るお絵描きパッド、描いた絵が光る、シートを置いてお絵描き練習も光るぞ、お絵描きペンもついてくる、幼稚園6月号発売中。バイタルブレス、自分のバイタルでモンスターを育成、進化、そしてバトル。さあ、新たな遊びを身につけよう。バイタルブレスデジタルモンスター、メモリーカードで遊びが広がる。スマートシューズアンリミティブ、センサーユニットがアプリと連動して君の運動データを記録、毎日の運動が楽しくなる。アンリミティブで運動能力覚醒、防水タイプも。魔王の息子リトル・リドルが支配する第一の島エニグマ島、
手に入れた地図を頼りに巨大な森を進む松丸くんたちであった。お、ここはキャンプ場だ。しかもカジノもあるキャンプカジノだ。ちょっとみんな遊んでいこうよ。みんな謎門が出現したよ。この謎門はコゾドル、伝えるタイプの謎解きを得意とするぞ。言葉を伝えたりうまく表現するタイプの謎解きが解けるとアイドルに向いているかもしれない。問題が出てくるよ。同じ色のコインには同じ文字が入る。黄色、青、赤の順に読んでできる言葉は何か。みんな力を貸して。赤のコインは蚊が入りそうだ。みんなは分かった？さあ選択の時だ。よし、みんなの答えが揃った。上から機関車、赤月、換気で、黄色、青、赤のコインでできる言葉は金貨だ。金貨。よっしゃ、謎解きクリア。みんなコインをゲットしたぞ。それじゃあカジノで遊んじゃおう。キャンプカジノで一攫千金だって。遊んでて大丈夫？王子、王子。さあこの後は今日のお天気だ。はーい、晴れてくれ。ガンホー、この国をもっと笑顔にしたいんです。そのためには初空です。根本の喜び、日本は必ず幸せになれる。頑張って清宮さん。二の宮です。パズドラコラボ開催中。鮮やかに恋して。最大8人で忍者ガムバトル、無料で遊べる任天堂スイッチ忍者モンハンコラボ。お座り、お座り、お座り。毎日のことだけど誰かあると嬉しい。お茶漬け。お、できるじゃん。長谷園のお茶漬け。ガチうまい味噌汁だよ。はい、あっさげ。はい、ひきゅげ。はい、ゆうげ。お味噌汁なら長谷園。来るね、来るね。次回アニメパズラは、たこ焼きで世界制覇する野望を持つたこ焼き屋社長はじばレオ。次に出店を狙うのは花草町だった。アニメパズラキングオブ食い倒れの街は次の日曜夕方6時から。さあ今日のお天気です。福岡から名古屋は晴れるでしょう。東京も晴れますが午後はにわか雨があるかもしれません。札幌は日中にかけて雨や雪が降りそうです。福岡から東京は昼間は暖かいでしょう。以上お天気でした。 Thank you very much。 さあこの後は今週もアニメクイズで限定プレゼントゲットだ。これがもらえるラストチャンスだぜ。名探偵コナンゼミ、コナンのアニメを楽しみながら謎解きゲームができちゃうよ。体験版で挑戦だ。心が動いた体験はずっと残る。楽しい学びでその先へ。新規入会受付中。お吸い物。今日はチラシ出番ですよ。はい。相性もぴったり。あ、松茸の香り。松茸の味。吸い物長谷園。海苔がたっぷりの海苔が大人のふりかけだ。大人のふりかけ長谷園。楽しく漢字や計算が楽しめるひらめけ謎解き学習。おはスタで放送された問題はもちろん、特別企画として人気の問題を10問追加。なんと11種類もの謎解きがあるよ。問題数は100問。ヒントを見ないで解けたら大地球だよ。君は何問解けるかな。家族や友達と一緒に楽しもう。ひらめけ謎解き学習5ひらめきサーティー発売中。毎
週豪華アニメ4連発、金曜アニメオールスターズ。先週の問題はパウパトロールからこちら。トラブルだらけの球技大会のお話の中でキックベースの試合をしていたパウパトロールはわしにボールを持っていかれちゃった。ボールを取り返したのは誰かな。この答えは3のエベレスト。プレゼントの応募締め切りは今週の金曜日まで。だからまだ間に合う。答えが分かったおはどものみんなはどんどん応募してくれよな。抽選で100名様に限定オリジナルノートをプレゼントするぞ。詳しくはおはスタホームページで。 Check it out。 さあ今回がラストチャンスだからみんな応募してくれよな。よろしく。よろしくな。そしておはがあるからお知らせです。来週月曜日におはがある全員集合して、この日配信開始のスーパーおはタイム2021を生パフォーマンスします。そこで番組にリモート参加してくれるおはともを大募集。みんなで一緒に盛り上がりましょう。詳しくは番組ホームページをチェックしてね。さあ今日参加してくれたおはともの大輝くん、楽しんでくれたかな。どうだ。いや楽しかったです。ありがとう。さあ小倉ちゃんもどうもありがとう。さあテレビの前のおはともの、みんな素敵な一日を過ごしてくれよな。それじゃあ See you。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。三菱電機。じゃんけんしよう。いいね。最初はグー。じゃんけんポン。はい、そうでしょ。じゃんけんだけでは楽しいね。もっと楽しいのはみんなテレビ。コロコロアニマル。おとぎ話。金の斧、銀の斧。昔、働き者の木こりが池のそばで木を切っていました。あと一本切ったらお昼にしようか。木こりの斧は池の中に沈んでいきました。どうしよう、これでは仕事ができなくなってしまう。すると池の中から美しい女神様が現れました。こらこら、ちょっと落ち着きなさい。あなたの落としたのはこのすっごく高そうな金の斧ですか？それではあなたの落としたのはこのまあまあ高そうな銀の斧ですか？ではあなたの落としたのはこのよくある鉄の斧ですか？そうです、その鉄の斧です。ありがとうございます。木こりは女神様にお礼を言って立ち去ろうとしました。これこれ、帰るのが早いですよ。こっちに来なさい。あなたは正直な人ですね。これもお持ちなさい。女神様は金と銀の斧を木こりに渡し、池の中に消えていきました。町に戻った木こりは池での出来事をみんなに話しました。すごいな。ちょっと持たせて。いい話を聞いたぞ。欲張りな男は木も切らずに斧を池に投げ入れました。しまった、斧を落としてしまった。あなたが落としたのは、それです、その金の斧です。金の斧、金の斧。なんという欲張りな男。金の斧はあげません。銀の斧はあげません。じゃあ俺の斧返してよ。自分で取ってきなさい。うそー。呆れた女神様は男に何も渡さず池に消えていきました。そんな女神様が消えた池に欲張りな男の泣き声がいつまでも響いていました。みんなおはよう。踊ろう。ゲームパーティーはみんなでダンスで。おはよう。